はい、こんにちは。今回はムエタイ最強王者とボクシングの世界チャンピオンの試合を紹介いたします。センサク・マンスリンはムエタイ選手としてルンピニスタジアムのスーパーライト級王者でありました。ボクシング転向後、センサクのマネージャーが3戦目で世界を取ると豪語し、1974年11月のデビュー戦はいきなり世界ランカーと戦い、1ラウンドでノックアウトしたのです。そしてデビュー3戦目で世界王者となり、2度目の防衛戦でミゲル・ベラスケスに反則負けを喫し、世界王座から陥落しましたが、4ヶ月後の再戦でムエタイで培った技術やトリッキーさ、そして無類のタフネスとサウスポーからの強打で KO 勝利を果たし、世界王座に戴冠し、世界王座を7度防衛しました。1978年2月に世界王座から陥落し、翌年の1979年10月にデビューから2年足らずの新人トーマス・ハーンズと対戦しました。ハーンズは後に5階級制覇王者となるレジェンドボクサーですが、この時はまだ世界王者になる前でしたが、長身からの破壊力のあるフリッカージャブと右パンチで22戦全勝、21KO と、ほとんどの試合を KO 勝利で飾っておりました。センサクは序盤からデビューしたてのハーンズのパンチをもらい続け、2ラウンドと3ラウンドにダウンを喫しました。ハーンズは5年後に石の拳ロベルト・デュランをラスベガスの恐怖の一撃と呼ばれるほど滅多打ちしたのですが、この時も元世界王者を滅多打ちし、センサクは防戦一歩になるのですが、ムエタイ王者のプライドからダウンを拒否したので、レフリーが戦いを終焉させ、新人ハーンズに3ラウンドで敗れ去ったのでした。ラジャダグナスタジアムスーパーフェザー級チャンピオン、ジョムトーン・チュアタナ。ジョムトーン・チュアタナはムエタイの2大伝統王座の一つ、ラジャダムナンスタジアムの王座を14歳で獲得すると、その後ラジャダムナンスタジアム王座を4階級制覇しました。ムエタイではもう伝説の域に達しましたが、一時期負けが込んだことからボクシングに転向し、4戦目で OPBF 東洋太平洋スーパーフェザー級王座を獲得し、4度防衛した後 WBA 世界スーパーフェザー級王者内山隆選手に挑戦したのです。ムエタイで200戦以上戦ったチュアタナはボクシングでは9戦全勝とキャリアが浅く、一方内山選手はアマチュアと合わせてすでに130戦以上戦っており、 WBA 世界スーパーフェザー級王座のタイトルもすでに9度防衛しておりました。内山選手とジョムトーンでは距離感やボクシング技術、パンチ力が違いすぎ、初回から内山選手が一方的にパンチを当て主導権を握りました。肘の手術やぎっくり腰のため
パーリングがあまりできなかった内山選手は早いラウンドで倒すというプランだったのですが、第2ラウンドに強烈なワンツーをヒットさせ、ムエタイ界のレジェンドを大の字にさせたのでした。ウィラポンはムエタイで3階級制覇の実績を引っ提げて26歳でプロデビューし、4戦目で WBA 世界バンタム級王座を奪取いたしました。そして初防衛戦でガーナの超特急ナナコナドゥを迎えました。ナナコナドゥは当時すでに35勝しており、渡辺二郎選手や畑中選手を破ったヒルベルト・ローマンや辰吉選手を破ったラバナレスを破っている実力のあるボクサーです。試合はコナドゥが初回から高速ジャブを放ち、どんどんプレッシャーをかけてきます。王者ウィラポンはコナドゥのジャブをかわしながら反撃し、早くも左フックでダウンを奪いました。しかしガーナの森林地帯からやってきたコナドゥはすぐに回復し、2ラウンドに猛反撃を敢行し、強烈な右パンチで王者をぐらつかせ、追撃の連打を浴びせダウンを奪いました。ムエタイ界で最も偉大と称されたサーマート・パヤクアルンはミニマム級、ライトフライ級、スーパーフライ級、フェザー級と4階級の王者となりました。サーマートとはタイ語でテンプのファイという意味なのですが、サーマートは相手の攻撃を難なく外す動体視力を持っており、カウンターを得意としておりました。ムエタイで150戦戦った後、ボクシングに転向し、デビューから11連勝し、世界王者ルペ・ピントールに挑戦いたします。世界王者になったサーマートはジェフ・フェネックに KO 負けを喫し、王座から陥落しますが、1階級上のフェザー級王者エロイ・ロハスに挑戦します。サーマートはダウンを奪われ、その後も
一方的に打たれ続けます。練習嫌いと言われたサーマートですが、才能だけではボクシングの世界戦では厳しいようです。ムエタイ史上最も天才と言われたサーマートにとって、ジェフ・フェネックとエロイ・ロハスはあまりにも高い壁だったのです。